まずはチームランキング現在トップを走りますクラブシルベスト。そしてそのシルベストの皆さんの後方に黄色いジャージを身にまとう選手が1人、こちらの方は個人ランキングでのネクストイエロージャージ現在の、このリーダーでございます、VC 福岡佐藤真也。3分前です。先ほどジェミシーフリテレビ E1 8周回のレースとなります。まもなく1分前をご案内いたします。ジェミシーフリテレビ E1 クラスのスタート、この後8周回のコーナーです。本当にこれ集団はごちゃごちゃな状態だと思います。来ましたね。来ましたよ集団。でも縦にちょっと長くなって前の方でのスプリント始まってますかね。5人ぐらいに今勝利の可能性がある。これさあ伸びてきた。スーベースは後ろにもネクストイエローシルベストが上がってくるか。どうだ。そのままシルベストが3着。ガッツポーズで入ってまいりましたが小西結城。いやー本当に地元の選手活躍しましたね。小西勇気、藤岡哲也、幕本雅樹とワンツースリー、すごい歴史ですね。本当に同じチームでね。いやこのスタートラインねずらっと並んでましたけども、やっぱり自信がないと並べないですね。いやシルベストの2人はどっちが勝ってもというところもありながら、でもこれ結構ガチで勝負してましたよね。ガチで勝負し、でもゴールライン2メーターぐらい前からもう分かってて言ってましたね。そしてそれにスクワドラの枠本選手がもうぴったりと最後ついてのスプリントになりましたが、ネクストイエローの佐藤選手もそのすぐ後ろに4番手に入る。